皆さんこんこにちは EAA の高山です東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる東アジア芸門書院 EAA では何か新しいお墓を作れないかということで昨年の5月13日からラジオを始めております。本日6月23日で第56回を迎えております。あっという間に 6月も終わりに近づいてきましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今週の月曜日21日が月至で日の出から日の入りまでが一番長かったということはだんだんともう日が昇っている時間が減っていきますので旧暦ですと7月からはもう秋ですので季節が刻々と移り変わってきているのだなって 今年ももうすぐ半分が終わるのだなということを感じております。ちらほらとワクチンを接種した、これから接種をする、2回目がこれからであるといったような話を周りでも聞くようになってきました。私も職場でのワクチン接種希望の調査が来まして、希望すると回答しました。で、その回答の中でキャンセルが出た場合に、なんか三十分以内にあの。 会場に行けるかみたいなことが書かれてまして、でもそれはちょっとできませんので、それはできないというふうに回答をしまして、まあ、どうなることならというような感じで、行政の情報だったり、いろいろ見ながら待っております。はい、それで最近、この EAA の YouTube チャンネルの登録者数が300名を超えました。登録をくださっている方々はありがとうございます。 でこのののラジオそのものはですね去年の、えー、コロナで緊急事態宣言になったりしてその結果お茶を飲みながら、えー、お菓子を食べながら、まあ、なんか休憩をしたりしてどうでもいい話をする場が、まあ、失われてしまったでオンラインですと、まあ、集まることはできるんだけど集まろうというふうに思わないと集まれないので例えばそれは授業の前後とか、えー、なんとなくどこか。 学生室室や研究室に行ったら誰かいてそれで突発的におしゃべりが始まったりいろいろアイデア交換したりっていうような、まあ、そういうこととは違っていてで、まあ、そういう集まり方だったりあの空間っていうのがまあなくなってしまったっていうのをもちろんそれをそのままオンラインでできるとは今も思っていませんが、まあ、ちょっとだけどうでもいい話をする、まあ、そんなことをやってみようということで続けております。 で私がですねこういうしようもない話をこう細々と続ける一方で二、えー、ヶ月ほど前でしょうか四月の十二日にこの YouTube チャンネルにですねで国分光一郎先生スペシャルインタビューというそういう動画を三本アップいたしましたでこれは EA の一期生の甲さんという学生さんが作ったインタビューもして動画も作ったというそういうものになるんですがその 1> 第一部のですね、再生回数が五千回を超えております。こちらの動画は、暇と退屈の倫理学を読み込んだ上で、しかも、これを読んでいない人でもわかるように作られていて、二人もそういうふうに話しておりまして、大変こう入りやすいものになっております。第二部も二千回、第三部も三千回を超えていますので、まあ、すごいなと思いながら、ぜ、ま、ひ、あ、多くの人に見てもらいたいなと思っています。 そして4月から働いているらしいコウさんは今元気かな、元気だといいなというふうに思っております。しかしとにかく暑くなってきました。限界が近づいてるなっていうような感覚がございます。皆さんお住まいのところはいかがでしょうか。昨年は北欧の曲を聴いたり、寒い涼しい地域の天気予報を見たり、そんなことをしたりしてごまかしていましたが、 最近私は魚アクションを聴いています魚アクションっていうのはの釣りが趣味であるあの山口さんという人がリーダーをして歌を歌っているあの札幌出身のグループですで私はネイティブダンサーっていう曲が好きでそれは歌詞に「雪」が出てくるんですけど、まあ、よく「雪」みたいなモチーフが出てくるんですね、まあ、到底しばらく降らないんですがでそれで魚アクションに「ゆりいか」という曲があります これはいつも夕方の色髪になじませてた「君を思い出したここは東京」っていう感じで始まって「あの思い出したここは東京」っていうフレーズが何度かこう戻ってくる繰り返されるんですがもう完全にどうでもいい話なんですが何年か前にもうどうしてだったのか何のために行ったのかも全く思い出せないんですが。 吉祥寺のの東急デパートの屋上に行くっていう、まあ、そういうううそことがありました何か切実な理由があってその時夏の夕暮れが迫っている頃に東急のデパートの階段をですね登ってで屋上につながっているところにあの行ったんですけどその屋上に出る途中っていうのが、まあまあ、階段なんですが要はエスカレーターとかじゃなくて階段を登ってそれで屋上につながっている ところにフロアにたどり着けるんですけど、その階段の一番最後の段のところに、なんかスーツを着た五十歳くらいのおじさんがあの立っていたんですね。本当登りきる直前くらいの本当一段下っていうところに。でしかもあの降りるでもなく登るでもなく、なんて言ったらいいんですかね？壁に向かって立っていた。そして彼の手にはなんかこう。 そこまで大きくはないんだけど何かレコーダーダが握りししめられていたんです録音していいたたんんでですす録音何を録音していたのかっていうと彼はずっと壁に向かってそのレコーダーを手に持ちながら自分で作ったと思われる詩の朗読をしていた。であなんか朗読をして録音してる人がいるって思ってで多分そのせいで何でその時屋上に行ったのか今も記憶が飛んでるんですが。 でそこで用事が終わって3 4 0分経って戻ってきた時にも彼はまだ壁に向かってさっきとは全然違う言葉をこう語り続けていたポエトリーリーーディングをしていた録音をししてていいたた録音その時私の頭の中に全く唐突に「ここは東京」っていうサカナクションの山口さんの声で「ゆりいかのメロディー」の一節が聞こえてきて。 なんかそのここは東京なんだっていう何とも言えない気持ちになったのが何年か前ののちょうど今くらいの季節ですなんか最近そういうよくわからないことがあんまりないので、まあ、ちょっとつまらないかも分かりませんが皆さんも「こんなことがありました」「いや最近もこんなことがありました」っていうエピソードがありましたら是非教えてください。 私は最近一番面白かったことはこれはあの本当に最近のことなんですけどひょんなことから今年の秋にですね行われるクラシックコンサートの企画の準備を私は今しておりましてそれはプロのオーケストラが入ってソプラノの歌手の方も準備をされていてしかも子どもの演奏者もそこに入っていくっていうそういう大変魅力的なプログラムなんですけれど。 そのオーケストラの編成の話し合いっていうのを先日オンラインでしておりましたその要はその弦楽器が何名の編成になるのかとかステージに何人立つのかっていうのを今はあのディスタンスとかも考えないといけないのでいろいろ図面とか見ながら決めるっていうそういう時間があったんですね。そしたらそのプロのののオーケストラの方の えー、マネジメントをしている方っていうのがいらっしゃってでその方は私よりずっと若い方だと思うんですが、まあ、大変しっかりしていてでなんかこうきちっきちっとですね要所要所、まあ、項目を数字を押さえていくっていうそういう感じの方なんですがなんかバイオリンの数が当日どうなるかみたいな話になってなんかみんながいろんなことを言ってた時に、まあ、いろんな話が出たんですけどその人がそれまでの全く落ち着いた感じの口調で唐突に指揮者の人に向かって。 さんんがければ私が当日入りますすのででっって言ったんですよ何言ってるんだろうって思ったらその人は実はバリバリリ演奏ができる人だっただでもなぎなぎさんが演奏したら当日すっごく忙しくなりますねみたいな話になったんですけどなんだ黒幕がいたものだとこう震える感じのでもすごいかっこよくて面白いでもびっくりするっていうそんなことがありましたはいえそんな感じで今日はおしまいです。 本格的に雨が降ってくるという感じではまあ,ありませんがしばらくは煮えきらない天気が続きそうですのでどうか皆さんお元気でいてください眠れない人はジムホールのアランフェス競争曲やりきれない人はクナリオ・アランのショパンの海のエチュードをまあ聞くとこの季節もちょうどいいかもしれません私は最近は中村遥さんの「メロディカ」とかをよく聴いておりますラベルっぽくておすすめです それではまた来週今度は6月30日水曜日にお会いしましょう EAA の高山がお送りしましたごきげんよう